皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は手首を怪我した人に向けたリストラップの巻き方を紹介していきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。今回ですね、手首を怪我した人に向けたリストラップの巻き方についてお伝えしていきたいと思います。私が手首を今年怪我してどうしようって悩んでたこともあったりだとか、手首を怪我しやすいからこそ過去に巻いてた巻き方とかでは自分では保護ができなかったっていう経験から、こちらの動画を撮っています。で、実際どんな状況で怪我したのかっていうところなんですけど、僕の場合はベンチプレスをやっている時じゃなくて、バーベルを持ち上げる時に手首がパキッて言って言わしたんですけど、多くの方はおそらくプレス系の種目、ベンチプレスだったりだとか、高重量を扱おうとした時に自分がまだコントロールしきれない重量を変な角度で扱った時に言わすことが多いんですね。だからフリーウェイトとかでトレーニングされている方は結構手首を言わしやすいんじゃないかなと思います。で、過去に僕もつけれたことがあったんですけど、その時はつけながらも怪我をしたんですね。ベンチプレスで120キロぐらいの時に手首を言わしたんですけど、その時の巻き方っていうのも本来正しい巻き方のはずなんですけど、僕には正しくなかったのか、僕はそもそも手首が弱かった、関節が細いんですよね、手首が細いんで、だからあまりベンチプレスではリストラップの効力を得れなかったっていうことになってくるんですけど、まあそういった人たちでもね、今回僕がお伝えしたいなという巻き方であれば手首言わしにくい、なんなら怪我をした人でも手首をサポートしながらしっかりとトレーニングができるメリットがあるので紹介していきたいと思います。まずメリット1つ目、普段から使っているリストラップで行えるというところですね。ただしパワーリフティング用の硬いリストラップっていうのはあまり向いていないです。巻き方が結構癖強いので、柔らかくないとその効果を得れないっていうところが理由の一つですね。まあ普段から使える結構安いリストラップでも使っていただけるっていうのと、この50センチから60センチぐらい、このぐらいの長さのものでもしっかりとやっていただけるので、普段使っていただいているリストラップでいけます。ここの分厚さは分厚めの方がいいですね。細いのよりかは分厚め、このぐらいしっかりとしたものがいいです。2つ目のメリットっていうのが、手首を怪我していても高重量のトレーニングのサポートをしてくれるということですね。今回の巻き方っていうのが本当にギブスを巻くようなイメージで、もう強制的に手首の安定性を保つような巻き方になってくるので、動かしたらダメなぐらいの怪我やったらやらない方がいいんですけど、ある程度治ってきて違和感感じるけど、まあ動かせるかな、でトレーニングをしたい、大会とかに向けてトレーニングをしているのであれば、トレーニングが必須になってくるんじゃないかなとも思うんで、目的によってトレーニングを休めるか休めないかでも変わってくると思うんですけど、やりたいねんけどなって悩んでる方はこの巻き方をすればしっかりとサポートできるので、その怪我がどれだけ治ってるかにもよるんですけど、高重量のトレーニングでもサポートをしてくれるような巻き方になっています。僕自身はですね、治っていない状態でこの巻き方をしてたら、高重量を扱ってるのに日に日にね、手首の違和感っていうのはマシになってきているので、この巻き方は高重量を扱いたい方にはおすすめです。そして3つ目のメリットが、怪我の連動を防ぐです。一つ怪我してしまうと、その怪我をサポートするように他の関節に負担がいくフォームになってくるんですね。本来怪我してない時っていうのは関節の連動を守ったような動きができるんですけど、関節の連動を守りたくても本来この手首がこっちに返っとくべきが返せなくて、ずっとこのストレートのまま肘がそれをサポートしようとしちゃうと、手首をカバーしたがゆえに肘が痛くなる、もしくは肩が痛くなる、この無理やりフォームを正そうとするために他の関節が怪我するっていうケースが多いんですね。手首言わしたけど無理にトレーニングをしてると、手首治った頃に次肘痛くなってもうたとか、もうこの怪我が一生連動していく最悪な悪夢が待っているわけですよ。僕も過去にそういった経験はすごくあります。だから僕は関節大体いろいろ怪我してるんですけど、まあそういった無理するっていうのはまずそもそもダメなんですけど、そういった怪我の連動っていうのを防いでくれる巻き方になっています。ではですね、実際じゃあどうやってって巻いていくねんっていうところなんですけど、こういうリストラップっていうのはゴムがついてると思うんですよ。意外とこのゴムに指を通さずに巻く巻き方っていうのがベースになってくるかなと思うんですけど、ゴムに指を入れるとこの親指からスタートする分、この手根と言われる部分から手首にかけて巻くことができるんですよね。安定してトレーニング中も巻いてから親指を抜くっていう方も多いんですけど、そうすると下の方にずれてきてしまって、この手首を矯正することが難しくなるんですよ。親指のこのゴムは通したまま
ままやってほしいですね。で、このままぐるーんと巻いていくんですけど、関節の怪我をした時ってギブスをつけると思うんですけど、それと同じように手首を本当に動かせないぐらい固定しちゃいます。グッと引っ張って、まずこの手根の部分に巻きます。で、一周巻いたら次この手根の部分から下に巻くように、次この手首に巻きます。で、グッとしてあげる。手根と手首が被った状態、もう手首こう動かしたくても動かない状態、後ろに返したくても返されない状態、この状態でしっかりとサポートしてあげます。見てわかるように、形がまっすぐじゃなくて奇抜な手の形に合わさないとダメなんで、硬いのだと逆にこの手首の部分が浮いちゃって結局手首が動く状態になるので、硬いのダメって言ってます。なので、このぐらいしっかりと柔らかいものでやってあげると、このぐらいしっかりと固定されるので、手首を立てた状態でプッシュをすることができるんですね。手首と手を巻き込むように境目をね、しっかりと固定させて、手首をこう返しにくい状態にする。もうめちゃくちゃ血止まるんで、終わるたびにこうパッと外してほしいんですけど、この巻き方でやるとめちゃくちゃ手首が固定されたままできるので、まあ、怪我をしていても高重量のプレスっていうのを違和感なく行うことができます。怪我の治り次第では痛いと思うので、あんまりおすすめはしないんですけど、ある程度違和感を感じるな、でもまあプレスしようと思ったら角度次第じゃ違和感感じずにできるっていう方は、この巻き方をするとずっと違和感なくやっていただけるんじゃないかなと思います。僕はそれで違和感なくできました。で、実際この巻き方のデメリットも一つあるんですけど、プレス系の種目でしか活用できないっていうところですね。まあ、スクワットとか下半身の種目をするときに手首を固定したいときっていうのは、この巻き方だとやりにくいです。あとはローイング系、背中の種目っていうのはグッと巻き込むことでしっかりと下背部まで意識をすることができると思うんですけど、この動きができなくなっちゃうので、あまり向いてないです。だから、こういった手首を立てた状態で行いたい種目の時にちょっと限ってしまうので、デメリットとしてはこのプレスの種目に向いているけど、他ではあまり汎用できないですよっていうようなデメリットになります。僕はベンチプレスから離れていたんですけど、このリストラップの巻き方によってベンチプレスを復活することができて、しっかりと減量も体を作りながら行うことができたので、ぜひ参考に真似してみてください。またよかったらいいね、チャンネル登録、そしてコメントお待ちしております。概要欄にはビーレジェンドのお得な情報なども掲載しております。公式 LINE でもお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。